1978年の北見滝の上駅と周囲約500メートル範囲、右が渚勝方面、単式ホーム一面一線と駅舎横の貨物ホームに引き込み線、数本の仕分け線と駅裏に転車台の残された車庫を持っている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北見滝の上駅は、 北海道門別群滝の上町栄町にあった日本国有鉄道諸骨線の駅である。電報略号は北、なぎさ線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。所在地名より、開業時すでに夕張線滝の上駅が存在していたため、旧国名の北見を冠する廃止時点で、 単式ホーム一面一線を有する地上駅で、同線の終端駅であった。ホームは線路の北側に存在した。その他渚さな目方から、駅舎側に分岐し、駅舎東側のホーム切りかき部分の貨物ホームへの急貨物側線を一線と、貨物側線の手前より分岐し構内の南側を、めぐり発着線の延長で収束する形の引き上げ線。 およびその途中東側から南西側へ分岐した転車台が残存する車庫線を一線有していた。かつては貨物列車の運行があった名残で、構内は広く取られており、貨物最盛期の1955年頃は5番線まで存在し、貨物線や積み下ろし線も有していたが、1983年時点では大部分の側線が撤去されていた。 職員配置駅となっており、駅舎は構内の北側に位置し、ホーム中央部分に接していた。開業時からの木造モルタル塗りの比較的大きな駅舎であった。貨物列車は原木が主体であった。貨物列車廃止後も、駅構内は製材所や貯木場に囲まれていた。旧駅構内は滝の上町により、北見滝の上駅舎記念館として整備されている。 駅舎は少し南側に移設され、車内に当時の時刻表、駅名表、行き先表、乗車券、備品などのなぎさ活線関連資料が保存、展示されている。また車外には標識や一部の線路が保存され、ロット式の古典的貨車移動機が生態保存、展示されている。駅前のロータリーも復元されており、滝の上停留所が設置され、 なぎさ廃止代替バスなど、北門バスの路線バスや、旭川、札幌方面が発着する。また、1997年11月時点で、滝の上市街を流れている川にかかっていた、鉄橋跡を、虹の橋という観光展望台に整備し、春には名物の芝桜観望用に利用されている。ありがとうございます。